俺たちの戦いはまだまだ続く。ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、続きやっていきたいと思います。今回もコメントを一つ。バジラ佐藤さんでいいのかな？佐藤バジラさんでいいのかな？読み方間違ってたらごめんなさい。ジェシカもサーベルトも、あ、これはあれです。サーベルト兄さん、サーベルトとジェシカ、姉妹、兄弟ですけど、なんでサーベルトだけが血を継いで、賢者の血を継いで、ジェシカは継がなかったのかっていうところの憶測の話になってくるんですけど、継承したのは長男であるサーベルトであって、その血筋を繁殖できるのはサーベルトだけっていうことなんじゃないかなっていうこの方の推測だったんですよね。つまり長男ってことですね。一番最初の子、生まれた子にその権利があるんじゃないかなっていう、推測をしてくださってて、いいな、この推測と思って。すごい納得できた。すごい特進がいったって感じがするんですよね。で、紹介させていただきました。なるほどなと。こういう憶測好きなんですよね。考察っていうかね。実際本当かどうかわかんないんですよ。でもなんかこう、あ、そうかもしれないってこう納得させてくれるようなね、感じね。本当ありがとうございました。さあ、じゃあ俺たちの戦いはまだまだ続くということでね。これドラクエでよくあるこの裏ステージってやつですね。やってまいりましょう。強そうだね。まあ、戦わないんだけども。強そうですね。おぉ、もう、シャドウがもう、すごいですね。グラデーションかかってますもんね。これは、あれだな。なんか滝の洞窟っぽいですね。似てる似てる。下がノーマップになってるんで、ちょっと、どう進めばいいかわからないんだけれども。宝箱あんのかな。そっか、忍び、あ、あった。忍び和紙使ってるから敵が追ってこないんだ。小さなメダル。いいですね。115枚まで集めたいんだよね。115が何だったかな。なんか強いやつなんだよ。必要なやつなんだよね。必要なものっていうのは覚えてるけど、何かっていうのは忘れちゃうんだよな。右か左か。右だな。あ、こいつ厄介、こいつ厄介。オッケー。さあ、効力がなくなった。はぁ、はい、じゃあね、気を取り直していきたいと思います。こっからですね。はーい、始めていきまーす。あ、逃げてった。3番目にね、いるんだよ。3番目にいつもゲルダさんが入ってるから、そう、そこで忍び走りなんだけど。そうだ、今は入ってないんだった。メタキンを倒すためのパーティーになってるんだよね、今は。あ、もう倒す意味がないんだよな。あ、そうだそうだ。あ、まあいいや、動画の最後に言うわ。じゃあ今度左から行ってみましょうか。とか言って動画の最後言い忘れるかもしれないけど。あ、この動画じゃない方がいいかな。次の動画にしようかな。あ、でもこの動画にしたいな。じゃあちょっと先に言うか。強さで見えんの？あ、見えないや。今こうなってんですよ。全員レベル99もうしちゃったんですよ。やりたくてやりたくて仕方なくてさ。あ、ジェシカとヤンガス、レベルじゃなくて EX ポイント？最大経験値ポイント一緒ですね、ほとんどね。けどね、10くらい、下がったんですね。ヤンガスが先に99になったんだよな。初期のレベル差は3ぐらいしかなかったはずなんだけどね。なんでなんだろう。まあ、いいか。この99になってるじゃないですか。あ、で、うん、この状態を見せておきます。はい、オッケー。よし、じゃあ行きますか。これ動画の最後に言いたいこと言います。なんだ？へ、なんか、絵が描かれてるぞ。壁画ってやつですね。奴隷ってわけじゃなさそうですね。民がなんか、ちょっと偉そうな、神っぽい感じの方に、祈りを捧げてる？そんな感じかな？レッサーデーモンの色違い。あ、またなんか、これでも竜ですよね。ブロンドの竜ですね。かっこいいですね。おお、普通にあのボックスいいのか。小さなメダルは落とさないはずなんで戦わないけれども。厄介だな、これ。オッケーオッケー。いいのか。
あー、適当に来たけど、こっちにアイテムがある。素晴らしい。これ帰るのめんどくさいんだよな。いいものが入ってますように。はぐれメタルの鎧。マジか。防御力上がるんだよね。そうなんだよね。あ、バンデットメールよりかは絶対こっちの方がいいな。まだバンデットメールだったのっていうツッコミはなしでお願いしますね。お願いします。バンデットメール、豪傑の腕は豪傑の腕輪で、強い鎧になるんだけど、豪傑の腕輪がなかなかもったいない感じなんですよね、使うのが。だから自分取っておいたんですよ。豪傑の腕輪だけはね、すごい、これは、あ、いいのか。戻ればいいのか。簡単に確保できるもんじゃないんで、買えないんで作るしかないんですけど、作るのもまためんどくさくて、で、種とかも使用しなきゃいけなくなるんで、そうすると。うん。力の指輪と何かか。でも力の指輪を種使って、ただ力の指輪はどっかで変えたかもしれないな。いや、錬金は本当にね、時間と手間がかかるから。なんと言ってもね、なるべく直でゲットしたもので、やりたいんだけどね。豪傑の腕輪とかがフィールド宝箱とかに入ってはベストなんだけど。確かね、一つか二つくらいしか確保できないもんなんだよ。バトルロードの景品とか。確かそれだけのはずだったからね、豪傑の腕は結構自分としてはレア度高いなって感じで。逆に今回はオリハルコンとかが大量に手に入るから、星降る腕輪とかの方が自分の中では価値がちょっと低いのかな。ありがたいことですけどね、強いから。やっぱ素早さなんでね、先行取れるか取れないかっていうのがめちゃめちゃ大事なんで、ドラクエは。何何、倒されたいのかな？ぽよんぽよんして。倒せるメンチになってますよ。あ、最高の感じが出てきたね。この、もうとっくに出てると思うんだけど、メタルキング総統大作戦みたいな動画が出てると思うんですよ。終盤のレベリング方法みたいな感じで。この、メンツ？ハグさん、メタキン、ハグさんを、見せたかったんですけど、その時出てきてくれなかったんで、今回できましたね。本編の中でやる感じになったけど、まず初手ピオリム打ちます。で、主人公のレベルが70超えてくるとメタルキングより早く動くことがあるんで、それでこうやって倒すことができますね。運が良ければね。あとはモリーの魔人の金槌と、ヤングスの大魔人斬りで、うまいこと4万とか5万とか稼げますよっていう、そういう手法なんですよね。だから、PS2 自体みたいに、不思議なタンバリン2つ持って、ククールと主人公のメタル斬り、テンション上げメタル斬りで倒しに行くっていう、あの手法、ハヤブサの剣つけた状態のメタル狩りか。をやるより多分こっちのが効率いいし確実性が高いよっていう、より早く効率的に戦えるよっていう手法がこれなんですよね。今回モリーが来てくれたことで3人この大魔人斬り系の攻撃ができるようになったっていうのが大きいですね。うん、より効率が良くなった。多分ですけどテンションダメのハヤブサ剣メタル斬りかやるよりこっちの方が効率よく経験点貯められるかなっていう感じです。シンボル戦になったんで、多少逃げられても、すぐ、モンスター、メタキンを見つけることができるようになったんでね。うん。レベル上げがかなり楽です。正直。あ、ヒレ伏してるね。奴隷ではないと思うんだけどね。これは、崇拝してる感じかな。でも人には見えないですね。なんかドラゴンの人って感じですね。うん。どっち行けばいいんだろう。なんか、松明が見えたんで、後ろ側の道は。こっち宝箱説。あ、ループしてないかこれ。あ、でもなんか、あ、でも手を取りましたね。ちょっと神格の高そうな、格の高そうな女性な感じ巫女みたいな。さっきから、あ、来た！死神の盾。よし。確保。これでまた錬金の、あれが増えますね。錬金しなきゃいけないやつが。レシピどんなんだったかな？でも死神の盾と聖者の灰は、多分流れだな。
大体聖者の牌使うんでね。この死神とか悪魔とか、そういうシリーズですね。大体使うんで。呪われてる系かな？壁画見たいんだけどな、モンスターたちが。あのなんか、ん？ん？これはなんだ？これはなんだろうな、目に見えるけど。なんか、逃げてるような感じしますね。この、竜が、人竜が。さあ、さらに、奥深くまで。あ、でも、松明がなくなった。ということは、外の世界。おー、来た来た。あ、もう10分も。結構無駄話が過ぎたな。申し訳ない。でも見えるところは、毒沼なんですけど。グロテスクだな。向き変える。オッケー。あ、でも宝箱ありましたね。これはもう突っ込んで取っていきましょう。目がないからね、宝には。小さなメダルありがとうございます。おお、パンドラボックスか。そうですね。あー、てか、多分だけど、あ、脅かしちゃった脅かしちゃった、強っ。多分、バッチリ頑張れ、多分、やってくれると思う。つえー。レベル99ってこんな強えのか。PS2 時代は多分レベル99にはしてないと思うんで。回復しとこっか。いやー、いいわ。ずっとレベリングしたかったんだよね。正直。ずっと我慢してた。結構ね、ストレスだったんですよね、個人的には。ラプソンやられた時とか、結構ストレスだったんだよね。正直。PS2 時代はなんか60くらいまで、自分のポリシー的にね、うん、やっぱね、ああいうのにさらっと負ける、さらっとっていうわけではないか、負けるのはなんかね、嫌なんですよね、ポリシー的に。もっとサクッとね、倒すっていうのをね、心がけたかったんだけどね。今回は完全にプレッシャー負けしたよね、リスナーさんに。上げすぎんなっていうその、プレッシャーにね、こっちが負けたよね、完全に。あ、気は使うからね、やっぱね。おお。そう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 。さっきはメタキンに触れてさ、今の状況、メタ1のハグさんっていうシステムだったけど、今回は、はぐれメタルとエンカウントしても、ハグさん、メタキン、ハグさんの、グループで出てきてくれるから、群れで出てきてくれるから、はぐれメタルも積極的に触れていこうって話を、確かしたんだったかな？けど、はぐれメタルに触れても、それにはなんなかったんだよね。ハグさん、メタイチ、ハグさんのグループでは出てきてくれなかったんだよな。こいつ強そうですね。灼熱とか打ってきそう、普通に。ラプソンより強そう。通常の、普通の攻撃だったら、いや、さすがにそれはないか。いいね、脇道行けば多分宝箱があるだろうっていう。あー、そうですね。ありがたいですね。いいもん入ってないかなー。おー、メタルキングの槍ときましたか。これは絶対今主人公の槍よりは強い。ただ攻撃力が、まあいいか。主人公結局槍のままで来ちゃったからな、今回。あ、そうだ、スキルポイント割り振らなきゃ。まだ溜まってるんだよ。みんな100以上溜まってるんだよね。すっかり忘れた。どういう手法で戦っていくかっていうのをこれから固定させなきゃいけないんだけど。まあでも一応考えてるものはあるんだ。うん。まあそういう意味もあってレベル99にしたんだけどさ。よし、行こうか。なんかそれっぽいとこつきましたね。お？おー。移動床って言えばいいのかな？ワープ床って言った方がいいのか？ちょっと BGM も変わりましたね。こいつ強そう。テリーの亡霊だ。でもやっぱりレベル99だとみんな逃げてくんだな。レッサーデーモンだけでしたね、ついていったのは。すげえ、ハバランの色違いがいる。
我が最愛の人エルトリオ、ここに眠る。願わくばその眠りの安らかならんことを。思い出してきたな。この辺はちょっと記憶にあるわ。今ムービー入るかなって思ったけど、ここはまだか。これはマップが、あ、でもここは行きたいですね。宝箱ありそう。やっぱりか。宝箱のない前に宝箱がお出迎えしてくれたけど。あ、いいっすね、メダル。助かりますね。ここ来てすでに3枚か。もっと確保できますね。あと4、5枚は確保できるんじゃないかなと。おー、それっぽいとこつきましたね。じゃあ今回はここまでにいたしましょうか。では、さっきから、動画の途中で言ってた件なんですけど、多分序盤の方でレベル見せたじゃないですか、みんなの。で、多分ですね、レベル上げすぎじゃねっていうコメント来るんで、で、訳あって今回はやってあるんで、そういうコメント見つけたらみんな、そのコメントに対して、返信できるようだったら W2 つでわらわらっていうコメントを返してあげてはくれないでしょうか。よろしくお願いします。もし返信できないようであれば、高評価ボタン、グッドボタンを押して、ちょっと遊びましょう、コメント欄で。で、もし荒れそうになったら、ちゃんと自分がストップかけますんで、ご安心ください。みんなでちょっと、協力のほど、よろしくお願いします。では、このパートここで終わりましょう。ご視聴ありがとうございました。